はい、ちょっとまずね、どうして今日アマテラスの祈りをね、しようとしたかという、ちょっとその背景をご説明します。全部入らないので。入らない。ここだけでやります。で、ですね、まずこの巷で言われるライオンズゲートっていうのはですね、イタリアだったかな、占星術師が言い始めたんですね。で、天空からすごいエネルギー降ってくると、こういう言い方してます。で、まあ、大体毎年日時決まってますけども、今年は7月26から8月12日と、まあ、こんな風に日付決まってるんですよね。で、最初私はね、これあんまり意味がないよねと、無視しておりました、正直言います。ところが神社の研究を始めた時に、神社には狛犬が両側に祀ってあるんですね。で、そのこれもともとはですね、こっちにが右が狛犬なんです、もともとは。で、左側が獅子なんです。今は両方とも狛犬になってますよね。ところが平安時代以前というのは、右が狛犬で左が獅子なんですよ。で、真ん中に、まあ、神社の鳥居があって、その奥が拝殿があって、そしてその奥に主祭神が宿っていると、こういう構造なんです。で、これ何を意味するんだろうと思って、この天文学を研究してますと、この右側がシリウス、これシリウスなんですね、狛犬というのは。そして、この獅子というのはこうレグルスという、あの星座の名前ですね、これがあるんですね。で、真ん中に来るのは何だろうって考えると、日本の神様って大体太陽神なんですよ。でありますので、その神社の狛犬と獅子の配列、真ん中に太陽が来る、この配置になる日がいつかなって調べたんです。そうすると見事にこの期間だったんです。不思議に思ったんですね。だからイタリアの占星術師はそこまで言ってなかったんですけど、私は神社のそのこの狛犬シリウスと、左側に獅子レグルス、真ん中に太陽が来る、太陽っていうのは午後12時真昼の太陽ですが、こういう配列になる。太陽がシリウスとそれからレグルス、このシリウスとレグルスというね、二つの、こっちは獅子座の一番の中心の星です、こっちはシリウスという星ですね。この二つの星が、右側にシリウスが来て、左側にレグルスが来て、
ちょうど真ん中に太陽が来るのは、天文学で言うと、大体ラウンズゲートの期間と一致するんです。なので、ちょっとびっくりしたんです。ということは、このライオンズゲートっていうのはですね、日本の神社のためにあるんじゃないかな。私たちは、他人事のようにしてライオンズゲートっていうのは聞いてたかもしれない。あるいはおぼろげながらに天空からエネルギーが来ると言われてたかもしれませんけど、こういうふうに解釈すると、このライオンズゲートの期間というのはですね、日本の神社の神様が一番活発に動くとき、と考えられる。だから、この期間中は神社に行くなり、日本の古来の神々に心を合わせて祈るとのに、まあ、最適な期間ではないか、というふうに思ったんです。それからですね、さらに研究を進めていって分かったことを申し上げますとですね、この太陽神を祀る神社といいますと、まあ、日本では伊勢神宮じゃないですか。その内宮にお会いしますところの天照大御神ですよね。そうすると、その日本の神社の神様が元気になるってことは、まあ、伊勢神宮の天照大御神がいよいよ世界に働きかけると。これをお祝いする期間であると。これがライオンズゲートであるということになるんです。さらに、その伊勢神宮のですね、いろんな、あるいは伊沢の宮に伝わる御神事を、まあ、研究してますとですね、旗にね、太一と書いたものが伊沢の宮の御神事で使われてるんです。これ何を意味するかというと、これ北極星なんです。北極星なんですよね。そして、その、天照大神のお体を包む、文字の中に、北極星とか、北斗七星を示すものが、書かれているんですよ。これ何を意味するかというと、実は、この、日本の神様、まあ、天照大神様はですね、単純に太陽の神様ではなくって、その北斗七星とも関係があるということを暗示しているわけです。北斗七星とも関係している。ということで、これは私の解釈なんですけど、そのよく三種の神器って言われますね。その三種の神器はどこにあるか。例えば、その草薙の剣は飛鳥神宮にあるのか、あるいはそれはレプリカであるのか。それから、その八田の鏡は伊勢神宮の内部に、置かれているのか、裏側にはヘブライ文字が書かれているんじゃないか、いろんな説があるんですけれども、これ天文学的に申し上げますと、三種の神器の正体っていうのは、これは、剣っていうのはですね、北斗七星のことではないか。北斗七星。北斗七星はですね、その、よく剣の象徴として祀られているんですよ。そうすると、八田の鏡っていうのはこう太陽だろうと。勾玉っていうのは、お月さんのことだろうというふうに考えられます。そうやって考えますとね、その、この別に三種の神器はどこにあるかっていうことを考えなくても、一年の中で北斗七星と、それから太陽と、そしてお月様が特別な配置にあるときに祈りを込めればですよ。日本のあの力のみならず世界平和の源の力がですね発揮されるんではないかと考えられるわけです。それではそれについてちょっと考えていきますと、まず太陽なんですけど、明らかにこの期間中には太陽がこの2つの星の間に来てます。太陽ですね。だからこのライオンズゲートの期間中というのは太陽が非常に神聖な場所にあります。もう一つ、北斗七星はどうか。北斗七星はここに書いてありますけど、実は右回りに回ってるんです。夜中に見られる北斗七星はですね。これ1月22日には、これ北斗七星の剣なんです。剣の先な、剣先がね、真東を向いてるんですよ。1月22日の真夜中。そして4月20日あたりの真夜中には剣がね、真南を。そして7月22日、もう過ぎてしまいましたけれども、
剣がですね、剣の先端が真西を向くんです。でこれ何を意味するかというと、西、東っていうのは生あるいは再生を意味する、西は死、死後の世界を意味するんです。で死後の世界に切っ先が突っ立ってますから、こう滅ぶものをなくす、悪しきものをとどめるという、こういう意味が出てきます。それから10月22日の切っ先が北を向きます。こういうふうにですね、この4つの、 22という数字が出てくるんですね。不思議なことですね。この1年のうちね、この4つの日にちっていうのはですね、北斗七星を剣と見立てた時に実は特別な位置に来る時なんです。7月22日ですね。これがもうそのライオンズゲートに近いです。極めて近いです。そしてもう一つはですね、もう一つはですね、この土用という季節があるんです。土用という季節、今年度できますと7月19日が土用の入りなんです。それから8月5日が土用の終わりなんです。つまり今日は土用の終わりなんです。8月5日ちょうど土用の終わりなんです。今日がどういうことかというと、土用というのはですね、このあまり土をいじったり華々しい活動をしてはいけない、まあこのキリスト教的な概念でいきますと安息期間なんです。自分で静かに自分を振り返ってやりすぎた面、やり足らなかった面を深く静かに反省するっていうのがこの土用の期間なんですよ。土用ってこういう字書きますからね。7月19日から8月5日まで、これはやりすぎたこと、そしてやり足らなかったこと、この両面をですね深く静かに振り返る、そしてその大掛かりな新規事業に取り掛かってはいけない、聖書的な概念で言うと安息期間であるということが言えるんです。でちょうど今日がですね、その安息期間の最後なんです。最後にあって、しかも北斗七星が今日はこれがこの中心がほぼ西に来てます。なので、死を滅する、すなわち悪しきものをこう噛み砕く、そして自己を振り返るというね、まあ、聖なる日なんです今日は。そして8月4日、昨日ですね、新月なんです。新月は死と再生を意味します。そして新月の翌日なんです。つまり新しいスタートなんです。新しいスタートの日で、そして悪しきものを滅する、そして日本の神々が非常に活発になる期間、まだそのライオンズゲートの最中にある、ということでありまして、この北斗七星を剣に見立てますと死を砕く、死を、砕くと、これ剣という面でいきますとね、これ死を砕くと剣という面でいきますと、それから新月の翌日ですから再生する、そして太陽の位置はライオンズゲートの期間中ですから、生が活発になるということで、この太陽ですね、それから月ですね、それから北斗七星ですね、ちょうどね今日が最適な日なんです。ということで、この天照大神に心を通わせまして、一人一人が自分の中のマイナスとか、死に至る病であるとか、あるいは失敗に陥る思考の癖であるとか、そういったものを打ち砕いて全く新しい人生を導くのに最適な日なんです。
ということで今日設定したということでありまして、今からですね、アマテラス御神に祈りを捧げるちょっと時を持ちたいと。有名なところですと、トコトのかじりというのがありまして、ちょうどアマテラス御神で、これでね、あの十文字になっています。十文字というのは縦をこう切り裂くということで、そういう意味で今日はアマテラス御神に祈りを捧げる時を皆さんと一緒に共有して、自分のみならず日本、そして世界のこの不幸、死に至る病、死に至る考え方を、北斗の剣で、これをこのように打ち砕きましょうと思います。はい、そしてアマテラス御神にお祈りを捧げます。皆様目をつむっていただきまして、アマテラス皆さん目をつぶっているというわけですね。はい、もう一回いきますよ。アマテラスということで、始祖、始祖再生、この世界はそこに落ちそうでありますが、それを寸でのところで引き止めて、そして再生復活の方向に、持っていこうというふうに、思います。皆様のパラレルワールドでいうと、闇が光に、死が生に転換されたと思います。ここから先起きることは世界史上まれに見る幸運な出来事が起きるであろうと、こう思われます。はい、以上です。ありがとうございました。